10月22日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師倉地圭です。今日も皆さんと一緒に素晴らしい神様の御言葉を味わってまいりたいと思います。こんな話がありますよ。ある中学生の男子、テストの成績がとっても悪くてお母さんに叱られました。お母さんは、お前は頭の悪い言葉ばっかり一緒にいるから成績が下がるのよ。頭のいい子と一緒に時間を過ごしなさいと言われて、仕方がなく頭のいい子と一緒に時間を過ごしました。そしたらどうなったと思いますか？頭の良い子の成績が悪くなったというお話であります。さすがお母さんというところでありますけれど、リアルなジョークでありますが、私たちはお互いに影響し合って生きているものであると思います。昨日のエゼキエル書23章から2人の姉妹オホラとオホリバという人物が登場しますが、その例え話はどのような結末になるのでしょう。今日はエゼキエル書23章22節から35節を通して、神よりも愛している者が信仰の罠ですと題してお話をさせていただきます。エゼキエル書23章22節から35節。それゆえおほりばよ、神である主はこうおせられる。見よ、私はあなたの心がすでに離れ去ったあなたの恋人たちを駆り立てて、あなたを責めさせ、四方からあなたを責めによこす。彼らはバビロン人、すべてのカルデヤ人、ペコデヤ、ショアやコアの人々、それに加えてアッシリアのすべての人々である。またすべての麗しい若い男、総督、長官、侍従、議官、馬に乗る者たちである。彼らは軍馬、戦車、車両および民の大集団を率いてあなたを攻めに来、大盾、盾、兜をつけて四方からあなたを攻める。私が彼らに裁きを委ねるので、彼らは自分たちの裁きに従ってあなたを裁く。私はあなたを私の妬みとする。彼らは怒ってあなたを罰し、あなたの鼻と耳とを切り取り、残りのものを剣で切り倒す。彼らはあなたの息子や娘たちを連れ去り、残りのものは火で焼き尽くされる。彼らはあなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取る。私はあなたの乱らな行いと、エジプトの地以来の淫行をやめさせ、あなたが彼らを仰ぎ見ず、もうエジプトを思い出さないようにする。神である主はこうおせられる。見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡す。彼らは憎しみを持ってあなたを罰し、あなたの勤労の実をことごとく奪い取り、あなたを丸裸にして捨て去ろう。あなたの淫行と淫乱と蔓淫の恥は暴かれる。これらのことがなされるのは、あなたが違法の民を慕って勧誘をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡す。神である主はこうおせられる。あなたは姉の杯、深くて大きい杯を飲み、物笑いとなり、あざけりとなる。この杯は溢れるほどに満ちている。あなたは酔いと悲しみに満たされる。恐怖と荒廃の杯、これが
あなたの姉サマリアの杯。あなたはこれを飲み、飲み干して杯のかけらまで噛み、自分の乳房をかき裂く。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。それゆえ神である主はこう仰せられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと陰行の責めを負え。今年は戦後70年という節目の年です。安全保障関連法案が通過したりということでありますが、この国の平和のために、アジアと世界の平和のために、また日本の国のリバイバルのために祈るものでありたいと思わされます。ドイツの元大統領フォン・バイツゼッカーという人物が、敗戦40年の記念式典でこのような演説をしました。過去に目を閉じる者は現在をも見る目を持たない。過去に目を閉じるならば現在に対しても盲目であるという。私たちが歴史から学ぶべきことは、人類は歴史から学んでこなかった、失敗から学んでこなかったと、そのように聞いたことがあります。今日のようなエゼキエル書の聖書箇所から恵まれました、感動しましたというのはちょっと難しいことでありますけれど、歴史から教訓を得ることと、また呪われるような現実の背後に隠されている神様の恵みを発見したいと思います。23章の22節をお読みしましょう。それゆえお堀場よ、神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの心がすでに離れ去ったあなたの恋人たちを駆り立てて、あなたを責めさせ、四方からあなたを責めによこすとありました。オホラとオホリバという二人の姉妹の例えが語られています。オホリバというのは妹であるユダ王国を表すという、当時すでにバビロン帝国に仕えていたユダ帝国、ユダ王国はそのバビロンを裏切るようにしてエジプトの方に信頼するということをしました。それであなたの恋人たちと言われるバビロンが駆り立てられて、軍隊を率いてこのエルサレムを包囲するということが今日の内容であります。北イスラエルを表す姉オホラは神様への反逆によって壊滅的な、まあ滅びを体験するわけでありますが、それを見ながら妹は姉に習って神様抜きの解決を求めました。神様はそのことを35節でこのように指摘しています。それゆえ神である主はこうおせられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと陰行の責めを負えとあります。罪の根本は神様を忘れ、神様を後ろに投げやることです。優先順位が変わってしまうとも言うことができるでしょう。今後こう考えますと、これは国のことというよりも私たち一人一人にも当てはめることができます。神に反逆すると大げさでなくても順位が入れ替わってしまうということはありえます。リビングライフの一節の黙想にイ・ドンウォン先生が非常に優れた文章を書いておられます。こんな内容でした。神様の助けが最も必要な時に、おかしなことに私たちは神の存在を忘れてしまいます。今こそ神様が必要で神に頼るべき時なのに忘れてしまうんです。神を後ろに追いやってしまったので神が見えません。神様を知っていますが視線を集中できません。人間はいつも神に従っていき、神の導きを受けなければなりませんと、そんな文章でありました。マタイの6章33節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。私のお使いするこの大和カルバリーチャペルに有名なお菓子屋さんの社長さんというか会長さんがいらっしゃいます。大切なご家族を先に天国にお送りするという出来事を通して、
神様の救いの恵みに預かり、忠実に教会にお仕えし、また福祉のお仕事もしておられます。この教会には70歳以上の男性の方のアブラハム会というのがありますが、その集まりで先ほどのこの社長さんがこんなお証しをいたしました。ある日、この会合がなされる前に一人の方が早めに来て、まあテーブルを並べたり椅子を並べたりテーブルの上を拭いたりといろいろしていました。〇〇さん大変ですねとその社長さんが声をかけると、天に宝を積んでいるんですってそんな返事が返ってきたそうです。その時から天に宝を積むという言葉が、まあ、頭の中に住み始めたっていうんであります。天に宝を積むという、そのことを思うと何でも楽しくやれそうだ。お掃除も手紙を書くことも庭の雑草取りも挨拶も、病気のお見舞いや寄付も福音を伝えることも、そして、80歳から天に宝を積む日記帳というのを作ったという、そんなお証でありました。素晴らしいな、80歳にして天に宝を積む日記帳をつけて主に仕えておられる。イエス様はあなたの宝のあるところにあなたの心がある、とそうおっしゃいました。どんなに嫌なことも損だなと思えることも、天に宝を積んでいるんだ、つまり自分のためではなくて神様のためにしていると、そう思えたら、それは喜びとなり、祝福となるのでありましょう。私たちの日常生活の中で、神様を後ろに追いやってしまうことがないように、いつも心の中心、心の王座にイエス・キリスト様を歓迎し、神の国と神の義を第一にする人生を送らせていただきたいと思います。今日のエゼキエル書23章31節にこうありました。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡すとあります。南ユダ王国を表すオホリバという、まあ、例えでありますけど、その妹は姉オホラと同じ道を歩んでしまったゆえに同じ杯を受けることになりました。32節を読みますと、その杯は大きくて深くて物笑いとあざけりにあふれて満ちていると、まあ、恐ろしい裁きのことが記されています。そんな杯を一体誰が引き受けることができるでしょうか。実は2000年前、私たちの主イエスキリスト様はあのゲッセマネの園でこのようにお祈りしてくださいました。我が父よ、もしできることでしたら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってくださいと、そう血の汗を流し祈ってくださいました。イエス様は神様の御心を優先順位の最初に置いて生きるということで、神様に従うことのできなかった、できない私たちの罪の裁き、苦き杯を飲み干してくださった。そして十字架で死んでくださいました。オホラとオホリバの杯を本当の意味で引き受けてくださったのは、主イエス・キリスト様です。私たちはこのイエス様を見上げて歩むときに、祝福の道を歩むことができます。さあお祈りいたしましょう。愛するイエス様、私の不従順のために苦き杯を飲んでくださったことを心から感謝いたします。あなたご自身とその愛の御業から目を離すことなく、神様を優先順位の一番に置いて今日も生活することができますように、
イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。